では。どうも、こんにちは。伝説の戦士、川口くんだよ。やはー。デイリーやって寝るべ。ソシャゲのデイリーをサク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 パンダとしてやってしまい、寝ます。てかみんな見た？今日のカウントダウンイラスト。見た？サイゲームズカウントダウンイラスト杏仁豆腐先生のデレステカウントダウンイラスト見た？いやーこれ激ヤバじゃない？梅しかわいい最高かってもうこれはダメだよ、かわいすぎるよ。ちゅうことでかわいい、マジかわいいよな。あ、間違えた間違えた、なんか変な気がしちゃった。やだ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 、デキデン、もも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 。え、初ログイン今日嘘だ、絶対嘘、絶対嘘。初ログインはなはずがない。俺がこんな時間にプリコの初ログインなはずがないでしょ。もうだって今日あと30分で終わるんだよ。せっかく犠牲状況つけたのにくしゃみも出るんですけど、でもなんか鼻ジュルジュルみたいなのあんまり、鼻が止まんねえよーっていうのはなくなった気がする。くしゃみがたまに出るぐらいで、まあ、鼻詰まってんのは変わらないかな。だって俺鼻に鼻から声なんていうの、息を出して喋ろうとすると鼻から息を出して喋ろうとすると、こんなに鼻詰まってんだよ、やばくない？だからだいたい息を出すときは口から出してんだけどさ、え、俺さ意識してこうやってなんか無意識のうちにこの口から息を出す喋り方してんだけどさ、これ普通だったらこうやって鼻から出せるんじゃないのかな。ずっとその声でもいいよ。あ、本当に、じゃあどこの声で喋ろうかな、この声のが人気出るかな。ねねえ、かわいいかわいいって言ってもらえるかもしれない。もしかしたらそっちの方が僕は嬉しいな。ただこれで喋るとすっごい鼻水が垂れてくるんだけど、どうしたらいいんだろう。やっつけちゃいますよ、やっつけちゃいますよ。だから無意識化のうちにこの鼻で息しない喋り方をマジで身につけてんだろうな。それはそれで嫌だな。せい、鼻呼吸習慣つけないといつまでも治らん。え、鼻呼吸の習慣つけたらあれなの？治んの？マジでこの鼻詰まりに関してはどうしたらいいんだろう。やっぱ病院行くべきなのかな。ずっちゃ。鼻に空気通らないとどんどん詰まってくよ。そうなんだ。いや、鼻呼吸はしてん、でも鼻呼吸こんだけ鼻詰まってるから、どんな問題だってこの街で最高の双子エンジェルに。そうか、鼻詰まってっからか、もう口で息すんのが癖になっちゃってんだろうな、鼻ずっと詰まってるから。よかった、じゃあ鼻ね息するの意識すっか。プリンセスフェス、デキデキデキキャ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 
で息する習慣をつけねえとな。無理だな。だって鼻詰まってんだもん。だって鼻詰まってんだもん。プププンプンプンプププンプン。ちょっと耳かきする。ラビスタでランスにパンする。え、できんの？ラビリスタでラースにパン。するする。でもラビリスタをどこまで育てていいかって話だよな。問題は。あれ、耳かきなくしちゃった俺。耳かきがないと生きていけない。やだやだやだ。もう最近耳かきがさ、手元に置いてないとさ、不安になっちゃうの俺。不安になっちゃった。今のとこランク7でいい。ランク 7？ 何その舐め腐ったランクは。戦う気が毛頭感じられない。そんなんでさ戦えんのか。クエストを攻略するとてかもう4時半か。なめ腐ってもラース倒せるからな。マジで言ってんの。でもラース倒してもさ別にダンジョンコインもらえるだけでしょ。いっぱいそんなこともないか。マナももらえんのか。バコどうもこんばんは川口だよーん。この先は新鮮。ここで川口だよーん。専用装備を作成できる、ね、専用アイテムがマジない。アイテムが集まった。当倍だとしてもこれチリツモでもらっていきたい。レレレレンデゲデレンデゲデレンデゲデレンテテレレレ。ボーツポーツボーツポーツポーツポーツ。300年使っちゃったからなラビリスタにな。この後の多分このなんだっけ日和とよりちゃん違うなんだっけあかりとよりちゃん限定で来るのかな。怖いな。鼻呼吸を意識してどっちも向上だよ多分。マジでてか片方はさ普通あれなのにな。シズルお姉ちゃんの解放クエスト結構苦戦しました。いや難しいよね。やっぱああいうタンク系のさおぼうや高い系の解放クエスト大変なんだよな。ペコの時も大変だったし大変なんよ。デゲデスとベレレン。フラメンデスが無事ラビリスタ店長をしました。あ、いいね。やるじゃん。俺そういうやつ好きだよ。てかさ、クランさ抜けちゃって一人。残り時間1秒で。ほら。一人クランメン抜けちゃってさ、また。毎回抜けちゃうよね。なんで？うちのクランってそんな嫌なクランかな？毎回クラメンが毎回抜けてしまうほどいいクランではないのかな。クリティカル運ゲーでした。わら。ああ、すげえな。いいクランじゃねえのかな。あと新しく一人入ってくれるって言ってしょ。いや気がしたけど。まあまともな時間にやってねえから。これはあれか。まともな時間にやってみねえとわかんねえか。まず味方が生き残るようにしました。わあ、このさ本当に意味ないよね。この耐える。でさ敵はさ3人で耐えててこっちは5人で耐えてんだからさ。こっちの勝ちでしょ。判定勝ちシステム絶対必要だわ。回復ないとマジ削られるの早い。マジでこのあれ必要だと思うわ。判定勝ちシステム。なんで判定勝ちシステムをさ作ってくれないんですか。最終的に人数が多い方が勝ちにしませんか。しませんか。眠むですね。それにしても
もう5分ぐらいで。あんまり攻撃力ないかなとか思ってたら、結構 UB の攻撃力高い。イカ力5分ぐらいで。大体星6ってそうじゃない？大体星6ってそんな感じ。負けました。あざした。すげえ眠くなってきた。プリコネとシャニマスのデイリーやってデレステもやりてえな。でもな、ラース2パンできんの？でもラース別に倒してもな。ミリスタイベ始まってるぞ。あ、そうか、ミリスタイベ始まってんだ。お姉ちゃんが絶対参戦ってのも困る。わら、ミリスタイベ始まってんだ。そうか、どうしよう。誰だ結局メンツ誰だ、調べよう。昔は判定勝ちだったって聞いたことあるようなないような。でも、イカ略。え、昔判定勝ちだったんだ。不正かなんか知らんがあったらしい。へぇ、そうなんだ。そのせいで、耐久っていうのができるようになっちゃったんだ。エミリーとイオリ。エミリーとイオリ？へぇ。何その、組み合わせは。お姉ちゃんの参戦分1枠潰れるから。何その組み合わせ。私もちゃんと役に立ったでしょ。あ、てかさ、シャニマスさ、あれらしいね、なんかライブするらしいね、配信ライブ。10月末、10月31日と11月1日に配信ライブしてくれるらしい。超楽しみ。これしかも配信ライブだからさ、実質4人で頑張らないといけない。みんなで見れるよな。マジ？うん、そうだって。俺もあの生放送見てないからよくわかんないんだけど、アイドルマスターシャイニーカラーズミュージック有料らしい。3900円とかって気がする。確かミュージックダウン、アイドルマスターシャイニーカラーズミュージックダウンオンライン配信決定。3900円、税込み。へえ。しかも全ユニット出る。イルミネラ、アンティーガ、ホークラ、アルスト、ストレイ、ノクチル。これ実質セカンドでしょ。実質セカンド、これ。これが実質のセカンドになるでしょ。全員出んだから。すげえ。これ楽しみ。だからこれ見ながらさ、みんなでさ配信しようよ。見る枠しようよ。見る枠、同時視聴枠。めちゃめちゃ楽しみ。これはこの方式で他もやってほしいね。え、まあでもそれでも結構さ、その声優さん集まった時点でもう結構密になりそうなもんだけどね。オンラインだって3900円、全然払う。マジで余裕で払う。あ、でも MC がいるわ。高山と葉月さんモデルみたいで楽しみ。高山と津田健が MC だって。へえ。ライブじゃないのかな。じゃあどういう感じなんだろう。まあ何にせよ楽しみだわ。31日と9月1日は絶対開けなきゃいけねえな。ふぅ。ライブのある音楽番組みたいな感じなんじゃない？ああ、なのかな。M ステみたいな感じ？デンデンステンデン。デンデンデンテンテンテン。テン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 。デン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 。マッツーさんもモコさんも抜けた。マジでいつになったら30人になんの、うちのクラン。
リアルな事情っぽいよね。今週末のデレ24時間もシンデレラバンド出るらしいし最高だな。あーなんかそうらしいね。だ今週末までに体調整えないと。24時間起きられる体調を万全にしとかないと。体と整えとかないといけねえんだよな。どうするみんな。あ、鼻がムズムズし始めたぞ。主様。くしゃみが出ますね。まだなんだかんだね。え、ゼロってどういうこと？俺この子たちって強化したっけこの間。されんのはもう十分あるぞ。わら。されんいくつ？280。もう星5だしな、されんに関しては。やべ、スタミナ足りねえ。もうサレンは星5だからいいか、やんなくて。秋のだけ集めとくか。ほい。よし、オッケー。で、スタミナも使え。あ、イベントにすりゃよかったね。別に無理して、ハード回る必要なかったな。イベント連打でよかった気がする。でもイベント今回イベント限定のカードがないからあんまりイベント連打するあれもジュエルもらえるぐらいしかないんだよな利点が。主様って考えるとそんなにな、そんなにいいよな。デレステでフェスの子すぐ引いた後まだ日本担当が限定でき怒り役。あ、なんかモバのさチャマクソ可愛くない？チャマとホンダあれ半端じゃないよな。ずるい、あんな可愛いの。でも俺とりあえず早くあれ欲しいな。リアムちゃん欲しいけど手に入れらんねえんだよな。15分ぐらいかかるね、プリコネデイリーに。はい、終わり。ポチッ。チョコパイ先はどうすんだ。そう、チョコパイセンもいるのよ。今回はしました。チョコパイセンもいるからさ、やばいんだよね。チョコパイが、チョコパイが欲しいよ。チョコパイチョコチョコチョコパイセン。今までチョコパイパイって言いそうなんだけど、そうするとちょっとエッチな感じになっちゃうから危なかったね。天下も頑張る。優勝20連で何とかなったので助かりました。へえ。わほい、わほーい、わほーい。特訓じゃねえや。トレーニングで チョコパイ欲しいな。みんながプロデュロッテのチョコパイ。昔はうまくでき。バンド衣装も欲しいな。どうしたらいいんだ俺たちは。俺たちはどうしたら。モバって優勝課金のみ排出率 3% とかになったとか聞いた。普通は 1.5 なんだっけ。まあ、モバ知らねえからな。スパチャで稼ごう。スパチャで稼ぐか。昨日から完全無課金枠でプリコネ始めました。まあ170年できるわけだしね。プリコネ始めるなら今がチャンスって感じであるよね。プロデューサーさん。わあ、優勝ももうね。優勝もねえよ。優勝もあるね。まあまあな面子揃えた。優勝もねえんだったらどうしたらいいんだよ。うわあ。デビ太郎のシール付きチョコ。はいや、デイリー終わんの。デイリー終わんの早すぎて怖いわこのゲーム。
どうしよっかな、チョコちゃんは。でもサポート SSR の前にさ、サポート SSR にこの俺の残ってるトゥルーのどんぐらい、トゥルー満たして1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,15,35,3000と3,50,4,5,000と1,2,3,4,5、もう SSR5 人しか、 SSR あるやん、いやあるけど5人しかいない、6,5,30,30と4,000,4,5,000だから75,000だから、こいつら全員見ても天井できないんだ。やべえよ、だからあんまりここでグイグイ行くのやべえんだよな、ポチ。怖い。使い切るのが嫌で課金したくなるという矛盾。これね。これ楽しみだね。メンタリスト川口さん、こんばんは。こんばんは。公式グッズ。9月13日まで。何これ、あ、ミュージックダウンの公式グッズがあるんだ、へえ。公式 T シャツ、公式タオル、なんかこの感じだとさ、あれかな、あ、ドーンなのこれ、ライブの代わりってことよね、ダウンじゃないのか、ドーンなんだ、これ買おうかな、もうちょいでかい画面で見れねえのかな、Windows みたいな、ここ Windows、 ミュージックドーンのさ、グッズがここまで展開されてるってことは、やっぱ元からドーン、夜明けって意味の方か、元からやるつもりだったのかな。ミュージックドーン、ブルーレイ付属の公式パンフレット発売決定、何がついてくるの、収録映像一部公開。あらららららら。ああ、なるほどね。パンフレットの、あれか。かわいい服。ダマユだ。ダマユかわいい。なんかブルーレイついてくるんだって、パンフレットに。衣装超かわいくない？何これ。こんな衣装あった？これ何？セカンドの衣装だ。あ、セカンドの衣装これ。超可愛くない？あ、じゃあやっぱほぼセカンドみたいなもんなのかな？ミュージックドーンは。豪華ですね。実質セカンド、ひよりちゃん髪伸びたね。扱いは多分ね。なんかそんな感じするよね。セカンドの衣装のパンフレットってことは。声優さんなのに大変だな声優って何なんだろうな。あ、アルストロメリア、あれ髪切った、なんだっけ、ほのかさん、あら、ストレイライト、ストレイのライブまだね、だって感謝祭とあれでしか見てないから楽しみ。うわ、ノクチュルだ、すげえ、誰が誰だか分かんねえ、ノクチュル、ノクチュル誰が誰なんだ、教えてくれ、まだ分かんねえ、声優さんの顔と名前が一致しない、顔とキャラが一致しない。約2時間のドキュメンタリー映像が付属だって、すごっ、へー、そもそも名前も怪しい、ノクチルは、うん、わら、全然わからん、声優さん全然わかんない、ふーん、だってさ、アイドルグッズ、あ、なんかすごい、これが公式グッズで、もっと下にあったわ、アイドルグッズ、公式パスケース、公式キーケース、え、なにこれ、あ、すごい、アクリルスタンドとかバンド、ワッペンバッチ、これ餃子にしとけよ、ここはめぐるちゃん何バーガー
めぐるちゃんそんなバーガーのあれ印象ないけどな。あんのかな、めぐるちゃん。あ、すごい、しかもこれアンティーカとかそのこういうので集金しないとね。まあそうだね、ライブだけ3900円じゃね。ミュージックカードにある。あ、カードにあるあれか。かわいい。ユニットごとにあるんですね、すごいな。ね、ユニットごとにこのキーケースとかパスケースとかあんのいいね。これパスケースなんだ、あれじゃないんだ。iPhone、あのスマホケースじゃないんだ。ステンレスタンブラー欲しいな、公式の。コースター、かわいい。一番今回の出煽り食らったのは、間違いなく、アイマスだとしゃにます。イカ略。そうだね。横にもない。横？横ってどういうこと？あ、これか。うわぁ！あ、スマホケースもある。ワイヤレス充電器。公式 USB ハブ。なんか、なんでも良くなっちゃってない？今までで見たことないようなグッズまで展開されてない？今まで USB ハブとかなかったろ？別に。なんでも良くなっちゃってない？の、ロングスリーブシャツ。そういえば、今、チョコ先輩現状着ててつらみ。いや、わかる。俺も、それめっちゃつらみ。え、何これ、プレミアム会員限定、セカンド、あ、セカンドライブの T シャツっていうのがあるんだ。へぇ。公式ユニット T シャツ、俺、プレミアム会員じゃねえよ。うわ、これ欲しい、アラストロメリアの。買おうかな。アルストロメリアというだけで欲しい。悔しい。俺もこれ欲しいな、公式 T シャツ。プレミアム会員になって買おうかな、アルストロメリアの。あ、ちょっと可愛すぎるな。おっさんが着るにはちょっと可愛すぎるな。おっさんが着ることも加味してよ。プレミアムちゃうんかい。わら。プレミアムじゃない。プレミアム会員いくらよ。確かね、年5000円だったかな。年5000円。払ってくれる？もしかして。これ。これなんで黄色？これ黄色じゃなくない？なんでここは黄色じゃなのに、ここは黄色じゃないのに。ニコニコより安いやんけ。ここは黄色なの？どういうこと？俺色弱だから、ここと、この色が違うってこと？これロングスリーブシャツなんだ。トレーナーだったらよかったんだけど。一瞬入ってすぐ退会するとか。いや、それじゃ無理だ。5000円かかるから。年会費5000円だから。あれなんだよね。月500円とかじゃないんだよね。遊びストアのプレミアムって。年会費500円なんだよね。あ、5000円なんだよね。これトレーナーじゃないのかな。あ、これ、なんだ、画像一緒だけか。アルストロメリアピンクなのか。ちょっと恥ずかしいな。着れないな。アマちゃんネイル。まとめて支払いなんだ。そう。あー、ケイトね。ちゆき。天下ちゃんデビ太郎。あ、違うんだ。ズズズなんだ。トレイ。はははは。朝日。朝日の公式ワッペンバッジクワガタでなんだよ。わらわら。朝日要素ねえだな、ね。あ、マスクだ。いいね。なんか、最近っぽい、ね。冬子は。冬子マスク。メイちゃん何？クレープなの？クワガタだろうな。わら。マスク。わら。メイちゃんクレープなんだ。ノクチル。ノクチルのユニットタオルめっちゃいいな。かっこいい。ノクチルイジェットタオルめっちゃいいじゃん。ええやん。ねえ。ノクチルのロングスリーブ T シャツ。ロングスリーブシャツ。ロングスリーブシャツってこれなんか見た感じちょっとトレーナー。クレープ垂れてる。SSR のカードありましたね、メイちゃん。あれか、あの、ゾンビの格好してやってるやつか。ハロウィンの。これトレーナーっぽく見えるけどね。色合い的に、ノクチルのグッズは一番いいか。なんか色かっこいいよね、やっぱ。てか男でも全然ありな色味だよね。これとかね、黒と青とかあったら違和感ないというか。通るバスなんだ。結構ここ荒くない？公式ワッペンバッジのひななショートケーキ。ああ、ブラックコーヒー飴。ああだよね。結構無理がある。わら。結構なんか無理やり無理やりアイテム化しただけって感じするよねこれね。全員なんか無理やりアイテム化しただけ。あ、チョコ先輩はチョコ。これはね、千代子のチョコだから。これサインの、サインと同じだね。チョコパイセンのサインと同じ千代子。
ああ、少女漫画か。ランドセル。ジュリちゃんなんだろうな。バスケボール。ああ、正解。当たった。夏派なんだろう。犬。あ、ダンベルだった。夏派ダンベルだった。小型。へえ、これ面白いね。へえ。アテンション。空カトレアじゃなくダンベル。犬じゃねえんだ。ダンベルのが。協賛者グッズ。協賛者グッズ事前販売。何協賛者グッズって。全グッズ一覧。あー。へえ。また別の、何これ。樋口まどかの普段着パーカー。え、まどかちゃんってこんなパーカー着てた？普段着に。あ、こんなパーカー着てたっけ？え、俺まどかちゃんの普段着って見たことなくね？ある？俺まどかの私服見たことあるっけ？着てた気がする。着てたっけこんなパーカー。へえ。スマホのリングいいですね。スマホリングなんかあった。これは？ジャスティス5。これいいね。欲しい。ジャスティス5こんなメンツいんの？ 1,2,7 人もいるじゃん。ジャスティス5なのに。あ、これスマホリング、翼プロの。俺これ買おうかな。これこれ、うわこれいいな。たけえ、これ欲しい。これキモいな。これいいな。公式ハッピー、公式ハッピーいいな。これこれいいな。これ欲しい。1万円は高いな。1万円も済んだ。公式ハッピー。これフルグラ、何フルグラブランケット。あーかわいい。いやー1万円は高いよ。キモい。面白いけどさ、俺が着てたら。うわ、え、こういうのってライブ以外着るの難しそう。いや着ないでしょ。え、このチョコちゃんで何の錯覚ダーリングってなんだっけ。うわわ、これ欲しいな。でもエッチだな、これ部屋に飾ってたら。エッチ野郎だと思われるな。あ、あれかあれか、かわいい俺の好きなやつだ。あの私服のやつだ。君がイラスト描いてたやつだよ。そうだねそうだね、それだそれだ。それの覚醒後のやつか。覚醒後こんなのだったっけ、忘れてた。これ欲しいな。これは何でも、あれでしょ、後に、多分、販売されるよね、多分、あれで。これ、別に、販売されるよね、多分。しゃがんでるやつかな。しゃがんでるやつ、そう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 。あの、なんだっけ、バカ、なんか、バカみたいに言うやつだよね。遅い、みたいな。怒られるやつ。遅刻して。あの絵完成したの。あの絵完成しないよ。投げ出してる。へえ、いいな。グッズ欲しいな。シャニマスの。今んとここれが一番欲しい。アルストロメリアのハッピ。アルストロメリアのハッピたまんねえな。スタジャン。わらわら。ブレイブヒーロー。ホークラの、ホークラのスタジャン1万6000円だって。これがいいなぁ。これ欲しい。これ欲しい。来てー、これ来てーなー。これ来てーなー。なんかもうちょい5000円ぐらいだったら買うんだけど、1万円って高いよなぁ。まあ、そんな感じですかね。いいなぁ。でも楽しみだね。いやそうだよね。でも穴開いちゃったら嫌だからなぁ。買っちゃえ、買っちゃえ日産。でもすごいよ、だって全アイドル、これ見て、ほら両日全アイドル出るんだよ。でしかも津田健とか葉月さんとか高山とか出るんだよ。すごくない？有料配信興味はなかったけど、これはさすがに買うかな。どうしよう。いやこれは見るでしょ、だってライブでしょ、ライブ配信でしょ。何するかよくわかんねえんだよな、ただな。
概要がわからん。このページ。ただ2周年のイラスト使ってるから2周年なのかなって。2周年ライブを実質オンラインでやるのかなっていう。俺は全然むしろこっちの方がいいわ。家で見れるし。サマパみたいな感じかな。なのかな。でも、フェスとかアニバだしこういうグッズもあるとお金飛ぶね。いや、そうなんだよね。絶対当たるチケットと考えたら嬉しい。いや、そう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 。ミュージックフェア的な番組になるのかしら。しかもさ、あれより安い。映画館のライブビューイングより値段安い。ライブビューイングなんかなんだっけ、E プラスとかのさ、なんか手数料込みとかで結局1日5000円ぐらい取られるから、これ3900円で見れるんだったら全然ライブビューイングより安いわ。俺家で見る方がいいし。全然家で見る方がいい。しかもさ、見る枠できるじゃん。みんなで。同時視聴枠できるから。これ同時視聴枠しよう。今後ライブいらんわ。いらんよな、これ。これでやってくれよ、マジで。今度、これ、同時視聴枠。あと映画館の飲み物も入れると高いか。高い高い高い、マジで。同時視聴枠するべ、みんなで。楽しみ。めっちゃ楽しみ、これ。家でピザ食べながら、ゆっくり見たいな。そう、ほんとそんな感じ。移動費もかからん。ね。一番いいよね、ギリギリまで。実際。今後こういうの多くなりそうね。ギリギリまで眠れるし、ギリギリまで眠れるし、それが一番いいよ。やっぱり嫌だもん、コールで聞こえなくなったりとか。こっちのが人数的にも分かりそう。うん、まあ現地の楽しみもあるんだけど。いや、まあそれはそうだけどね。アニクラで集まってギジライブするやつらいそう。一応書いてあったよ、なんかやめてくださいって、集まってみんのやめてくださいって。ギリギリで生きていきたいから。書いてあったよ。大勢で集まってみんのやめてくださいって書いてあった。どっかに。どこだっけな。知り合いでもダメなの。大勢の方が集まっての主張はコロナウイルス感染防止の観点からご遠慮ください。書いてあるわ。まあだから友達 2,3 人と見る分にはいいけど、なんかでっかいところで10人20人集めてみんなで見ましょうみたいな、そういうオフ会とかはやめてくれってことでしょ。そもそも密です。理由コロナかよ。うん、いや、その別になんかそういうので見ちゃいけないってわけじゃないでしょ。シンプルにコロナウイルスのカメラスマートフォンになるよなどによる画面録画、撮影、録音は禁止。いや、そうだから、ズームとかで見ながら話すとかしかないよね。これ、パソコンでの画面録画、撮影、録音はいいのかな？カメラ、スマートフォンなどによるだから。パソコンで画面録画するのはいいんですかって、高山に聞こうかな。でもこれ、俺、あれかな？だって、何のために、こういう方式にしてるのか、意味なくなるもんね。いや、そう。直取りならセーフ。これあれかな？あれはいいかな？見る枠はしていいかな？ミラーしなければ。動画サイトへの無断転載、共有。共有も禁止らしいんだけど、共有に当たらない？感想を言い合うのって。感想の共有は禁止される？個人で楽しむ範囲なら、いいんでは。ネットに載せたりはさすがに。録画って摘発のしょうがなくね。まあ多分無理だろうね。どうせ上がるだろうね。インターネットで。に。動画の共有じゃなきゃ大丈夫でしょ。動画の共有じゃなきゃ大丈夫。感想の共有だったらセーフ。みんなでこれは見る枠しようよ、マジで。超楽しみ。いやー、まあシャニマスがこういうこと。感想はいいでしょ。で、多分シンデレラもさすがに有料だからニコニコには上がらんだろ。いや、わからんよ。無法地帯だからね。会話で同時視聴ならいいと思う。無法地帯だからニコニコ動画は上がるかもしれないよ。ビリビリには上がるだろうな。だってさ、なんだっけ、こないだの遊びストアのさ、なんだっけ、遊びオンラインフェスみたいなのあったじゃん。森久保の声優さんとかが DJ したやつ。あれもさ、タイムシフト、まあ無料だから。そうか、有料だから。でも変わんなくない？有料だろうが無料だろうが、タイムシフト禁止ってなってたの上げてたら。有料だろうが無料だろうがあんまり関係ない気がするけど、まあ違うのかな。まあ、俺も言うて
いろいろニコニコで見てっから、ライブの切り抜きとか、ライブの切り抜きとか、俺よくシャニマスの感謝祭のさ、プロデューサー感謝祭のさ、なんだっけ、ライブ動画をよく生配信、ニコ生で見て、うほーって言ってたからさ、そういうのも、まあ、アップロードになるっちゃなるのかな。よくないよね。すいませんでした。許してください。まあ、なので、楽しみ。シンデレラもさ、ライブやるんでしょ？なんか24時間放送で。24時間放送はやめてくれよ、本当にシンデレラガールズそうよ。いえば、イベ局のカオルちゃんの固有モーション可愛かったです。あ、イカ役。俺、カオルちゃんの固有モーション見てねえ、まだ、そういえば。うずきちゃんとなおちゃんだけ見て、この間寝ちゃったんだ。24時間のラストに、ライブとか殺しに来てる。だからマジで全部見ない方がいいよね。寝ちゃうもんだって、最後の最後で。なんで24時間配信っていう。俺15時間が2日間もきつかったのにさ、24時間なんか一番きついでしょ。全員分のモーション上がってたな。マジで。見てなかったのかごめん。見てなかった、まだ。24時間完全に見届けるため、土曜喪失、日曜休み、月曜有給にした。あれ、土曜の夜からだっけ？俺も全部見るよ。見る、配信する、全部。まあ、途中で多分寝るかもしんねえけど。この間のアイマス30時間配信。あ、ほぼ15時朝間19配時信から。か。ほぼ15時間配信の時は、俺最後の、なんか一回途中もう溶けてた。テンスライブ感なんかの時に溶けてた。関ちゃんの固有もめちゃ良かったよ。いいなぁ。今度見よう。テンスライブの時のなんか、バラード時とかに俺溶けてた。つって。もう全然。川口さんにはデレステビンゴ全部穴開けてほしい。いや、任して。全部開けっから、俺は。それぐらいの男だから。とりあえず俺もう眠いんで、なんだかんだ5時になっちゃった。ビンゴ厳選やった。やったやった。あ、でも途中で終わっちゃったからまたやろうかな。本当はデレミニもやりたかったんだけど、ちょっとまたエーペックス楽しすぎて友達とやるエーペックス。思った以上に長くやっちゃったんで、本当は2時ぐらいに終わろうかと思った。2時ぐらいに終わってまたソシャゲやろうと思ってたんだけど、まさか4時半までやるとは思わなかったから。ちょっと今日は一旦お休みして。明日もどうせやるんでしょ。わかんないけど。フルダークソロもやりてえなって思ってるけど、エイペックスが面白いからどうしようもないかなとも思ってる。ただ、絵も描きたいんだよね。今、絵描きたい欲がすごいあって。絵も描きプリたいコネもなっ無料て。終わったからな。ね。だデレステいつから無料が始まるかだよね。あと、限定スカチケもいつからなのかなっていドクうソはよ。感じですね。あ、ちょっとすっごい眠くなってきた。ごめん、みんな。解き始めた、脳が。脳が解き始めたんで、ちょっとまた今度、明日、起きたら、なんかできたらいいな。でもいっぱい寝るだろうなって感じ。あと、今のさ、シャニマスのイベント込みも見たいなっても思ってるんで、まあ、そのあたりも、よかったらやっていければいいなと思ってます。ということで、今日は一旦、おしまいにさせていただいて、また、明日にでもね。次のマミは限定ですか？お会い、あれ、まみみ、わかんない。どうなんだろうね。おつ。お会いできればいいなと思います。以上。多分工場。というこおとつ。で、お疲れ様でした。ご視聴ありがとうございました。また会いましょう。おやすみなさい。お疲れ様でした。バイバイ。おつ。こんな時間に付き合ってくれて本当にありがとう。またね。